おはようございます、ひこもです。今日は EX10 時半からとても早いです。ただ18時からレードアワーがあるので助かります。18時の招待してもらってたんですけど、ちょっとレードアワーあるので行けないです、残念で。とりあえず10時半からなんですけどロケットがやってきます。虫弱いな。あっさり倒せてよかったです。あと8分。今日はいい天気ですね。寒くもないです。もう分かんないですね、このイギリスのおかげなのか単に暖かいのか。ラルトス、画面上に見えるのが EX です。ちょっとね、まあ眠いんで帰って寝てレイドアワーに備えたいところです。ぼちぼち人がおりますね。では始めます。すごい、20人。これね、1位層がすごいらしいんですよ。らしいっていうか、すごいんですよ。コバロの時に、その場に2名しかいなかったんですけど、すごい集まってびっくりしたことがあります。なんでここに1位層がそんなに集まるのかわかんないんですけどね。OK です。あっという間です。2432。どうでしょう。あ、これもレイドバトルにかつてタスクが1回達成しました。ボールは15球。いいっすね。パイのみでいきます。ゲットです。パイのみゲット。微妙でした。おはよう。おはようございます。なんすかこれ。あれですか、あそこですか、回転寿司ですか。あのやりたかったのは前やってたよ、はい。あ、こんなことできるんだって一回はやりたいと思って。そうっす。この間黒玉があった時来たんですけど、2名しかいなかったんですけど16名ぐらい集まってました。どうやってやるんだろう。まあなんか、まあ、覚えなくていいですね。取り憑かれちゃうかもしれない。続ける。はい、キラリはしなかったな。うおー、下がった。ありがとうございました。じゃあまた、はい、よろしくお願いします。はい、とりあえず午前の部終了です。あざす。ちょっと寝たい。はい、どうもひこもんです。今日はレイドアワーということで大宮にやってまいりました。その前に招待していただいた EX をやりたいと思います。ちょうどそのジムの前にバチュータスクがあるのでそれも拾っていきます。ちなみに EX ジムはちょっと駅から離れている大宮公園の隣のサッカースタジアムです。まあ、散歩がてはいいでしょう。レイドアワーの開始が18時で EX が17時半です。ちょっとギリギリですね。本当は宮下公園の18時招待してもらっててやる気満々だったんですけど、後であレイドアワーだって気づきました。で、来週も18時レイドアワーなんですよ。イオンのマクドナルド
それだったらマーキングする必要もなかったなと思います。むしろレーダーはで大宮駅前でやったので、それ当たった方が良かったかなって感じです。というわけでトボトボとチームに向かっております。もう現在17時6分、あたりはすっかり暗くなってしまいました。夜です。そうそう、12月10日、この大宮氷川神社のあたりで大きなお祭りが行われます。東海市というお祭りです。いっぱい出店が出るお祭りなので、来たことない方は来てみることをお勧めします。非常にワクワクしますよ。ここ昔ながらのおせんべい屋さんがあります。すごい絵になるんですよね。現在の参道はこんな感じです。明かりがとてもいい雰囲気を出してます。十日町の時はね、もうこの両端に出店が出て、もう人がわんさかで大変なことになります。ちなみに私は今回この十日町ではなくて、2日後に浦和でも似たようなお祭りがあるんですよ。それに行こうかなと思ってます。そこで数年前にお好み焼きを食べたんですけど、それがめちゃくちゃうまかったんですよね。あれは特別な出店だと思います。なのでその味をもう一回確かめるべく行きたいと思ってます。ちょうどロケット弾ありますね。やってきますか。時刻は17時9分。いい時間じゃないでしょうか。すごい真っ暗ですね。こんな真っ暗だったっけなって感じです。ん？動かないぞ。なんか動かないですけど。なんか動かなくなっちゃいました。ロケット弾やっていきます。奥にねテラキオン出てるんですね。あとでちょっとダメ元行ってみましょう。地面 VS 地面、これは岩か。勝利です。テラキオンへ向かいます。あと13分ありますからね、 EX まで。おそらく似たような人がいるんじゃないかなと思います。おお、ルナトーン。あと30分のテラキオンへ行っています。どっちから行くのがいいのかな。十日町迫る氷川神社を通ってみましょう。ついでに初詣もですね。なかなか幽玄な感じです。月の明かりってわけじゃないんですね。恵比寿大黒様の札。このね、かがり火が暖かいんですよ。今日ぐらいの寒さだな、まだ平気ですね。照明がいい感じです。いや、 EX で招待してもらわなかったらこういう風景見えませんでしたかね。ありがたいです。おお、綺麗綺麗だな。なんかすごい幻想的です。ここはどこ、私は誰って感じです。ぼやっとね、白く光ってます。もうそろそろ閉まる時間だと思います。
本当もう十日町の時はもうこの辺人ワンサカですからね。EX の日じゃないですからね。そういえば氷川神社の池、水抜いたわけですけど失敗だったみたいですね。もう元の色に戻ってしまいました。ここですね、人いるかな。今のところ人気はないです。あと7分、ちょうどいいですね。やるにはどうでしょう。あ、人皆無ですね。やってる人さえいない。ゼロ、致し方あるまい。お、ロケット弾ありますね。やってみますか。オッケーです。おお、3分ですね。氷川神社の入り口に黒玉があるんですよね。これやっていきたいんですけど、これやると駅前に戻るのオーバーしちゃうかもしれないですよね。本当は今日西口から始めたかったんですけど、いろいろやっても、いろいろ厄介です。そこが楽しいっちゃ楽しいんですけどね。いつも通りだと万年になっちゃいますからね。真っ暗です。こんにちは。今日ね、不思議な交換しちゃったんですよ。はい、そうなんですよね。招待ありがとうございました。改めまして、なかなか変化ができてよかったです。コース組んでるのかなとか、はい、本当は宮市公園招待受けたんですけど、18時からなんでレイドアワーとかぶっちゃうんで無理だなと思ってたところ、招待できますよ。あ、17時半なら、うん、ギリギリ、うん、うん、うん、閉まります。一緒になれるかな。はい、清水さん大丈夫ですか。あ、大丈夫でしたか。まさかこっちから来るとは思わなかったでしょ。思わなかったでしょ。テラキオンできるかなと思ってやりました。やりました。あ、やりました。あ、やっぱりやりましたか。あそこもね、帰りやっていきたいような。そうすると駅前に間に合わないかなと。出てますよね、あそこ神社の入り口。そう、どうしようかなって考えてます。成り行き任せで、はい、勝利です。 CP は2445、いまいちかな。ゲットチャレンジ。うわ、危ない。バッチのタスク、バッチのタスクは忘れてました。あ、取れちゃいました。なんか変だな。あそこの土偶館がパチユタスクなの知ってます？あ、知らない。あ、取って帰った方がいいですよ。民法権に登録されてました。
ませんでした。どうせここまで来るならこうパッチで出すかないかなと思って、はい。そうですね、道具用の館だが、はい、はい、じゃあまたお願いします。はい、行きます。どうも。下にやった？はい、下にやっちゃった。あそこ、うん、やってないです。やめじゃん。やりますか。じゃあ2つ入ってるから。あ、じゃあやります。はい、はい、じゃあもうちょっと待ってください。はい、土偶のあそこがパチュータスクなんでからですね。じゃあ急遽あそこやることになりました。一回ちょっとまた入れるんですかね。あ、そっか、あ、そっか、一回出ちゃってやっちゃって、うん、多分ダメかもしれないです。パスクリーンなんだろう、ちょっと待ってみますね。はい、前は私やった時はダメだった。ダメだったね。残念。出ます？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 まあ、もうやります？やるんだったら。はい、じゃあやりましょう。はい。今日レードアワーやられるんですよね。いや、わかんないです。あ、わかんないですか。4人になりましたね。うん、さらに余裕になりました。では4名で戦闘開始です。お願いします。勝利です。はい、おはようございます。次はあっちですね。いいですね。どうしようかな。あ、そうなんですか。じゃあ急がないじゃないですか。これだけ。はい、18時からですよね。結構ギリギリですよ。ゲットできました。ありがとうございます。神社入り口やってる暇ないかな。ちょっと欲張りすぎたな。まだ開いてんのかな。ライトアップされてます。この照明いいよな。これとてもいい感じです。なんだろう、指が滑りにくいですね、今日は。まずいな。人いるかな。人いてもやるかって感じ。こうやったら駅前間に合わなくなる可能性がありますね。まあ、人がいたらやります。お昼いたらやっちゃいます。いたらやっちゃいますよ。もっと増えてくんないかな。まあ4名だった。まあちょっとでも距離を稼いでおきますか。ゼロゴー。あと10分です。もう西口行ってる暇はないな。後になんか先になるか分かんないですけど、このイージスの新しい服、暑いです。今超絶暑い。もっと寒さよって感じですね。勝利です。 CP は2083。低いですね。抵抗体祭り始まっちゃいましたね。
初日は良かったな。これ結構あるね。なんか当たんなくなっちゃったよ。あ、取れちゃいました。やばいな、これエクセント貯金使いまくってるな。これでね、いざ高個体食うと取れなくなるパターンですよ。パティーンですよ。アルパティーンですよ。ヨーテリー、あと7分。超絶ギリギリ。こんな時に限ってサンド1つしか出てない。